はい、どうもこんにちは。最近編集中のデータが全て飛んだ男モルです。マジであとちょっとで完成ってところで、急に目の前にエラー画面みたいなのが広がって、気づいたら全部なかったことになってましたね。さあ、そして本日なんですけど、先日募集したストプリの七森さんの偏見を紹介していきたいと思います。もう初めに言っておくんですけど、事実とは一切関係ないガチの偏見なので、あくまでエンタメとして見ていただけると嬉しいでございます。それでは早速本編どうぞ。あれ、頼む人いるんですかね。無意識に独り言でカマカマカマそうと歌ってそう。想像したら怖すぎますね。怪しい組織のボスでマインドコントロールうまそう。そして社会を裏で操っていく。マジでどんなイメージ。ドラマに出てきたら黒幕的な感じだと思う。終盤で正体がわかるやつですね。透明なドアに気づかないでぶつかっちゃいそう。これ実際に昔あったみたいで、それに対してルート君が大爆笑するというサイコパスエピソードを暴露されてましたね。壺売ったら絶対買うジャパネット森さん。グッズで壺出たら面白いですね。道の途中とかで小さな石が落ちていたら結構全力で蹴ってそう。蹴ってても松ぼっくりくらいじゃないですかね。深夜に一人でイチゴちゃんとカマソ会話してそう。すいません、まずカマソ会話って何でしょうか。先生やったら熱血教師。森八先生みたいですね。目的のためなら手段選ばなそう。七森さんがどうかわからないですけど、成功者ってそういう人多いみたいですね。ショッピングモールでティッシュ配ってそう。めちゃめちゃプレミア価値つきそうですね。かまぼこしか食べなそう。さすがにもうちょっと食べてると思いますけど、細すぎるんで心配になりますよね。会話の一言目がかまそう。もうどっかの国の挨拶みたいですね。アラームがかまそう。その時計普通に欲しいですね。